皆さんこんにちは。こんにちは。リーフィンポンチャンネル村田です。はい、今日ね初めてここに遊びに来てくださいまして動画を撮ってるんですけれども、自己紹介お願いしてもいいですかね。はい。お願いします。はい。アンカー卓球スクールのジュニア監督とTクルーの、イベント活動をやっている小清水智也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん。アンカー卓球スクールジュニア校長をやらせていただいている石田正也です。よろしくお願いします。お願いします。しますはい、今日来てくれたんですけども、ちょっと話を聞いていたところ、まあ2人とまだ若いんですよ。小清水さんいくつですか？僕は、26になる年で今25です。25、はい、石川さんが23の年で今22です。お若っ。ということで実績はまあすごいんですけれども、2人ともあの学生の時に、まあ、北海道にいらっしゃって北海道チャンピオンになってます。お二人ともシングルスで、で始めた卓球始めた年を聞いたんですけれども、小清水さんが小5年生、はい、で石川さんが中学校からスタート、はい、そうです。ということで、まあ比較的2人とも多分遅い部類に入るんですよね。おそらく今だって小1でも遅いって言われてるような時代なので、ちょっと年齢が上がってから卓球を始めて、その各県でチャンピオンになって卓球業界でこう成績を立てているという若いお二人なんですけれども、まあ、皆さんも見てる方は多分中学校から始めた子とか多いと思うので、どういう練習やったら県のチャンピオンに上り詰めて卓球をで飯を食っていくという立場になれたのかっていうのを、今日ちょっとガチな練習を紹介してもらいながら、僕がなんでここにいるかというと、玉出しをさせていただきます。お願いします。お願いします。お願いします。で、線型だけちょっと最初教えてください。はい、右シェイク裏裏の攻撃マンです。いただきます。はい、石川さんは左シェイク裏裏の攻撃マンです。お、じゃあどっちもね、まあ、今シェイク裏裏攻撃マン主流なので、今のこの中学生で始めたばかりで勝てないっていう子はこの練習をすれば強くなれるかもしれないので、もういくつもちょっと教えてもらってやってみるので、ぜひ参考にしてもらえると思います。それではやっていきましょう。よろしくお願いします。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 はい、やっていきます。どちらからいきますか？はい先輩、はい、こう入った。はい、じゃあ石川さんお願いします。もうめっちゃやり込んだ練習、中学校から始めてだってさ、はい、大学で県チャンピオンになるって結構っすよ多分。ありがとうございます。本当に何やります？どうでしょう。大学の頃やってた練習として一番最初にはフォア2本バック2本でフォアフォアでバックで回り込むっていう練習をやっていました。あ、もうそれめちゃめちゃやった。これめちゃくちゃやりました。足の動きがやっぱ大事だと思ったので。なるほどなるほどなるほど。ちょっと見せてもらえます？お願いします。お願いします。気をつけてこう変わらないようにこうやると。そうです。それだと打球点も安定して入れるようになるので、ね、そこを気をつけてました。これも1球でやったり他球でやったり。そうです。どっちも、はい、2本2本バック回り込みです。皆さん1つ目石川さんおすすめ練習。ちょっともう1個いきます。もう1個いったら休憩しましょう。もう1個もう1個いったら先輩に交代しましょう。はい、もう1個はあれですね、フォア前ストップ、はい、バック回り込みで、はあ、これを打球でやってます。これちなみにストップしたボールは直接こう突っついてもらうのか、はい、2球で出してもらうのか、どっちやってました？あ、
こうストップして直接つっついてもらって。あ、なるほど。じゃあそれいきましょう。ちょっとずらしましょうか。はい、いきます。いきます。これ特に気をつけてあります。僕自身バックが振れなかったので、学生の時、はい、フットワークでなんとかみたいな、そこをカバーできるようにモールフォワードぐらいのつもりで。そうです。なので回り込みが結構大事になってくると思ったので、ひたすら回り込みをやってました。これ皆さん卓球やるとき、今の練習のときは直接ボールつついてあげた方が多分いい練習になります。2球で出すよりは、そこは練習してください。球出しする方も打つとこ意図的にどこ狙ってるとかあるんですか？そうですね、打つところはこう、なんだろう、あんまり特には気にはしないんですけど、ひたすら動く練習みたいな感覚的に、はい、こっち入ってからこっち狙ってみようみたいな感じですね。じゃあまんべんなく両サイドに投げられる。はい、ありがとうございます。まずこの2つ、皆さん最初に出た2つは多分大事だと思います。やってみてください。ありがとうございます。星見さんがおすすめする、はい、練習メニュー、はい、ボールに下回転のボールをどんどん出していただいて、はい、それをひたすらドライブかける、はい、ちょっと、こう出るか出ないかの突きとか混ぜてもらって。なるほどなるほど、はい、OK です。お願いします。なんでこの練習いっぱいやったかってなんか覚えてます？自分の中で。自分も結構サーブをがっつり切るタイプで、はい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 、なのでこうどうしてもつっつきも切れて帰ってきちゃうというか、なので下回転を打つことが試合で多くて、はいはいはい、でもあまり得意な部分じゃないのでなのでなんだろう、どうしてもそこで中学の時とかよく自分で切ってるのに落としてしまう、ミスするみたいなっていうのが多かったりとかで、レベルが上がるにつれてこうみんなそれをストップしようとしてくるんで、でちょっと出たボールとかをこう見逃さないようにかけれるようにっていうので、こう浅めのボールとか入れて。なるほどなるほど、皆さん多分結構当てはまるんじゃないですかね。流行りのサーブ覚えた、だから試合で勝てるかって言ったら多分勝てなくて、3球目できる前提でサーブを覚えないといけないので、まあ、コーシミさんが切るのが得意なのに下回転打てませんだったら出さない方がいいんですよね、多分ね。なので、まあ、縦回転だけ絶対必要だと思うので、僕も大学生の時この練習めちゃめちゃやりました。特に出るか出ないか、やっぱ緊張してストップすると多分あ、それ出てくるんですよ、こうやってそれをかけられると多分かなり優位に進むと思うので、早い段階からこれできると多分強いですよね、試合。はい、かなり、はい、足も動くし、これは絶対やった方がいいです。トップ選手も絶対やってます。はい、2つ目よしよし、ちょっと離れてロングのボールを
両サイドとか。ああ、やってもらってもいいですか。はい、はい、すいません。やっ、ついたままこう成長してきちゃったっていうところがあったので、攻撃っていうよりは先に打たれることが多くて、なのでこうそれをロビングじゃ勝てないんで、掛け返す練習とかをよくやって、こういうラリーの展開が多くなったんで、でもバックが振れないとこうフォアで両方っていうのはきついので、両ハンドこう後ろで振れるようにしようっていう。なるほどね。まあ本当に今のところね、お二人とも多分結構基本的な皆さん誰でもこうやってもらえてメリットがあるような練習をしていただいているので、この4つはまずちょっと親御さんは多球練習でもいいんで出してあげて、子供さんはちゃんと今のように打てるように頑張って練習してみてください。ちょっとあの足どういう風に動いてるかっていうのは出てると思うので、それも見ながら間違いないように練習してみましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。